はい、こんばんは、山城と申します。さあ、おせちクリスマスケーキ&おせち徹底調査シリーズね、すみません、ちょっとね、 YouTube 的にはね、ちょっと間が空いてしまって、で、ニコニコ動画の方もね、ちょっと更新がね、えらい不定期、ちょっとね、同時更新がちょっと難しくてね、ドタバタとしておりますけどね、ちょっと今日はね、コンビニ関係ね、終わらせようということでですね、ミニストップのおせちのネタをね、見ていこうと思います。これでとりあえずコンビニ大手さんは全部終われるのかなってことですけど、こっからまだスーパーマーケットとかね、いっぱいやるのに、えらいことになってるんですけど、何せね、収録する時間が作れない。ちょっとね、1年前と比べると、劇的に忙しくなってるんでね、なかなか、いや、まずいなと思いながらもね、なぜか先週年末1日6本投稿とかっていう、なんかわけのわからんプランを立てた結果ね、とんでもないことになってるわけでございますけど、ね、とりあえずね、ならどうするしかない、ならね、もう、ね、とにかく取っていくしかねえということでね、早速ね、おせちの方ね、取っていこうと思います。なのでね、今後はね、多少まとめてやって、た方がいいのかなと思いつつもね、とはいえね、すべての商品に対してね、情熱を持って取り込むということがね、またね、大事なことになってくるわけでございますからね、早速ね、お席の方を見ていこうというわけでございます。まあ、工場これぐらいにしてね、本編の方に入ってください。出ないとね、脱線しまくって、いつにね、大変なことになってますからね、まあ、脱線するのが仕事みたいなところありますからね、うちのチャンネルに関して言いますと。ということでね、まあ、早速やっていきたいと思います。画面をね、パッと変えて、またね、こっちの方もね、実際のね、カタログをチェックしながら、見たこともある。カタログはね、縦書きの方ですね。縦開きの、スタイルになってますね。なんで、全部縦書きになってますね。こっち向きのね、書きになってますよ。っていうのが一つ特徴かな、というところでございますね。漫画とかと同じ書き方ですね。で、最初のページ見ると、これが出てきますね。ここと一緒ですね。祇園や八尾文さん、ということで、迎春おせちと、いうことでございますね。これがどんどん来てますね。まあ、これは豪華ですね。おせちのポイント、いろいろ書いてます。透析なボリュームとかってなってますけど、詳しく見てみましょうか。こんな感じ。こんな感じでいろいろと見れるんですね。祇園田八尾が、監修したおせち三段重。1の10は定番の品、取り揃え。2の10は奥様から大人ものに関するオードブル。3の10は和洋中央パレッジに盛り込みました。ということで、お順の段階で、段ごとで楽しめる和洋中おせちということでございますね。なるほど。このおせちとか、これね、さっきのところね。よいしょ。で、中身の方ね、じゃっと読んでいきましょうか。1の10からね、1の10がどれかな、椎茸の旨煮ってなってるから、椎茸の旨煮が入ってるのは、これか。この1の10がこの、エビちゃんがいるやつですね。あ、エビど、2つあるのか、この、伊勢エビちゃんかな、何かな、見ていきましょう。椎茸の旨煮に、焼き湯葉巻きに、梅風。ごまあん入り笹風、これかな、笹風に、博多荒野かっこエビなんだ、博多荒野これかな、んで、さらに、博多荒野エビとほうれん草ってなってるから、これですね、多分22ですね、に九条ネギ入り卵焼き、これかな、卵焼きが入って、さらに、これはロブスターで言ってますね、ロブスター、さらに、ニシンの幽庵焼き、が3入ってて、で、マタラコの旨煮が3、マタラコの旨煮この辺りかな、とさらに、なんだ、千住かまぼこかな、扇形のか、これね、かまぼこに、さらに、たたきごぼうね、たたきごぼう、はいはいはい。に、だて巻き入ってます。卵で来てますから、まあ、だて巻きが入って、若桃の感度にね、あんまこれ入りますよね、はい。さらに、きんとんが 85g、これか、栗が入ってますね、きんとんが入って、さらに、渋皮栗の甘く、渋川
ぐりの甘露煮、この間に入ってこれね、が甘露煮に、松前漬けがここに入ってますね。はい。さらに、黒豆に、はい、入ってます。で、手まり餅ね、これですね。がポンと乗ってて、彩り鮮やかになってますよということでございまして。なるほど。かなり豪華な感じになってますけど、そっか、15,000円ってことなんでね、ここはロブスターという形でございますね。さすがにね、これをね、伊勢海老にしちゃうと、さらに満タンで変わってくるっていうところですよね。まあでも、いいですね。まあね、結局、ね、これに見合ってるあれ、しっかりとしたあれになってますよね。で、2-10が、ブロッコリーから入ってきてるから、これか。ブロッコリー。コンソメ風味。もう、このね、ブロッコリーコンソメ風味が頭に来てる時点で、ザ、ような感じなんだろうなというか、わかりますね。ここね、読みやすいな。ハンバーグに、ツメカニテリーヌ、マヨネーズソース。ツメカニテリーヌ、これか。マヨネーズソース。さらに、ツメカニテリーヌ、オーロラソース。これ、あんな、真ん中だからオーロラソースなのかな。で、さらに、海鮮サラダ 25g。入って、さらに、エジのバンビルソース、あえが 25g 入ってる。トライですね。で、さらに、ローストポーク3。はい、ここですね。ローストポーク。に、桜島鶏、マリネチキン。これかな。マリネチキンが、40g。さらに、キャロットラペ。これですね。キャロットなんで、人参ですね。はい。が 25g。さらに、スモーク、サーモン、トラウト。これか。こっち側か。スモークサーモントラウト。サーモントラウトが4に、さらに、ライブオリーブ。上に乗ってるこれか。オリーブのことは。これも全部ちゃんと決めて入れてるんですね。さらに、アンデスポーク。真ん中かな。真ん中はアンデスポークとかですね。に、さらに鶏のチーズ焼き。すごいですね。チーズ焼きとかこういうのに入ってくるんだね。で、さらに、紅大福。紅大福。これですね。はいはい。さらに、白大福。はいはい。クロスになってますね。入ってますね。で、さらに、ロールケーキがあって、ロールケーキは、宇治抹茶、チーズ&レモン、キャラメル&アーモンドという組み合わせになってますよと。で、さらに、そこに、スイートポテトが3。これかな？これがスイートポテトなんだ。はい。3。に、さらに、ミートローフが3と。いう形になってますね。かなり量ですね。カタカナ率の高さ。パッと見るとね、ここのね、おせちの、その、一覧今、ここで見ながらやってるんですけど、なんて言ったらいいのかな。よいしょ。わかる。一覧目はね、めちゃくちゃ行数が少ないんですけど、漢字なんでね、漢字がぎっちり詰まってるんで、読むの苦労するんですけど、二段目の方はね、すごく段が取ってありますけど、これ、カタカナが多いんで、読みやすかったりするってね、いうような感じ。このあたりからも和洋をしっかり分けてるんだとかわかりません、ね。さらに3-10はこれ、注意なのかな、カブラ缶甘酢漬けから入ってます。カブラ？これカブラなのかな？これ下に入ってるのかな？カブラの甘酢漬け。さらに、カリ風に、トサーズ漬け。そうですね。甘酢漬けにトサーズ漬け。上に乗ってるのはそれですね。で、さらに、昆布の、うま煮、結構、和な感じもいっぱいありますね。梅方、ゆりね羊羹か。ゆりね羊羹が、入って、これ上に乗ってるのかな？はいはい。梅型だから、そうだな、この、ちょんちょんって乗ってるやつですね。これのことさせてますね。で、さらに、南かごかます、最強焼き。かますですね、要は。はい、南かごのかますが最強焼きが入ってます。最強焼きってのは最強味噌っていうね、ちょっと黄色いね、味噌を漬けにしてあるやつですね。なるほど。さらに、ことぶき高野豆腐4、に、さらに、ミックスマリネ30g、アイガムスモーク、チキンロール3、で、さらに、親鶏のポン酢仕立て、なんか九州っぽいですね、親鶏とか使うと、が 40g、さらに、彩りナマス、はい、小餅昆布4、これかな、上に乗ってんのかな、はいはいはい。で、さらに、
初期金管管路人がね、これですね。はいはい。初期なんですね。で、さらに、優等エビが4匹あった、乗っておって、さらに、紅白ナマス 25g。あ、ナマスだから、これかな？ナマス？上にイクラが乗ってるんですね。なるほど。紅白ナマスの上にイクラが乗ってると。はいはいはい。で、さらに、クラゲの酢の物ですね。これ中華風ですね。で、さらに、ホタテ、生姜、あえ、はいはいはい、とですね。で、さらに、くるみの甘露煮が真ん中ですね。はい。で、最後にごま団子ということで、最後の方にちゃちゃっと、中華の要素が、入ってきていますけど、比較的ここは和の、ね、スペースも取ってあって、かなり、バランス感、重視になってるなっていうのが分かりますね。いいですね。これが、25日までの早割で、ちょっと安くなりますよ、ということで、本体価格だけ言っておきます。15,500円と、いうことでございますね。で、これが、そうですね。ですが、税込み 16,740円から、今、早割りだと 15,900歳になります。これちょっとね、遠く上的にはちょっとギリギリになってしまうんで申し訳ないんですけど、っていうのがありますよということでございますね。これが一番おすすめ。もう、これがフラグシップですよ、ってことで、ヤオフさんの方にどうぞ見てますよということでございますね。で、さらに、山分さんか。山分さんね。で、さらに、次のおすすめが、いろどり崩落というふうになってますね。あ、これがちょっとページと違うようなカタログと、いろどり崩落はどこにある？ 3 ページ目にあるわ。はい。いろどり崩落ですね。ご家族向け三段重ということで、2、3人前ということで、伝統的なお席食材をいろどりよく盛り込んだお席ですということで。これはオリジナルなのかな？うん。ミニストップオリジナルの、やつみたいですね。で、お正月の伝統的な食材を彩りよく盛り込みましたよ、ということで、これもおすすめに入ってきてますね。詳しく見てみましょう。見てみると、これ1の10、あ、全部こうやってなってますね。1の10から見ていきましょう。1の10から、さつまいもの、5万円、結構、こういう、あれですね、レイアウトが面白いですね。で、さらに、くりに 15g、伊達巻き、ゆうとエビが3、エビがこっちに入ってくるな、ですね。で、伊達巻き2、さらに紅白かまぼこ2、さらに数の子2、数の子か、ここか、真ん中にいますね、2、さらに鶏のつくれ串か2、つくれ串とかも入ってくるんですね。で、おからの浅漬け、オクラの浅漬けなんだ、はい、3。で、さらに、タラの煮付け、タラも入ってます、はい。で、花餅、白梅。あ、これか。白梅が、餅ですね。一つ入って、さらに、金豚が 30g。これですね、金豚入ってます。さらに、栗の甘露煮が、上に乗っているやつかな、に、さらに黒豆が入ってますよ、と。こんな際とかね、ちゃんと伝統的なものを、たつくりとかね、入れながらも、さらに、鶏のつくね串とかね、このあたりの、彩りも入れてきて、ちゃんと数の子も豪華に入ってますよ。バランス感すごいですね。1の10からバランス感がすごい。で、さらに2の10で見てみると、結構、ボリューム感ドンと出してますけど、これが小肌の、うの花愛から入ってます。ここですね。小肌があるのも嬉しいですね。小肌実は好きなんですよね。で、さらにミックスビーンズ 30g。ここら辺とかは、ちょっと洋要素も入って。で、さらに、九条ネギ入り卵焼き。九条ネギ入りが好きなんですね。なるほど。で、さらに、若鶏の三色巻き。三色巻きこれかな、アイデン色が入ってるやつね。インゲン豆と人参とかが入ってるのかな。あと、ごぼうかな、はい、入ってる感じですね。で、三色巻きが入って、さらに、ことぶき高野豆腐ね。これが、おせち感出してますね。さらに、昆布の旨味も入ってます。ここにね、おせち感ありますね。さらに、花餅の、香ばい、これですね。先のやつ白かったですよね。1の段は白にしてあって、ここにありますね。で、2の段の方に赤を持ってきて、紅白のね、彩りを添えますよということでございますね。で、さらに、金柑甘露煮が入りますね。はいはい。で、さらに、博多荒野のエビに、
さらに、博多荒野の、ほうれん草、ここから、九条ネギの卵とかを見てみても、全部、これ、山本さんの、さっきのね、お寿司と、このあたりは共通化してるのかもしれませんね。で、さらに、これなんて読むんだ？ハスン？アイブ？アイブと、風ですね。あ、これですね。アイブでいいのかな？ハスじゃないもんな。ちょっとね、見たことのない字だから。なんて読むんだろう。アイでいいと思うんだけど、なんだろう、これ。よもぎだ、ごめんなさい。よもぎは読めろよって話だよね。あー、よもぎ符ですね。はい。失礼しました。いや、よもぎぐらいは読めないとさすがに。そうだよな。よもぎだ。あー。失礼いたしました。よもぎ符に、これは、栗符ですよね。あ、もう、泡なのか栗なのかわからなくなってる。あー、もうダメだ。泡ぶだよ、泡だよ、泡だよ。もう、栗は木だろ。もうダメだ。全然ダメじゃないか。はい、泡ぶですね。上がよもぎかな。で、下が泡ですね。はい、泡ぶですね。健康にいいですからね、泡は。うん。で、食物繊維取れるし。で、さらに、金ごまの角煮が入りますよ、と。どこ？キングマーク？あ、これか。はいはいはい。で、さらに、南かごかます最強焼きね。はい、もう読めますよ。入ります。2の10。で、さらに3の10。これは大丈夫だ。読めで、2だろ。2の10いましたね。よもぎね。で、さらに、アイガムスモーク入ります。これは結構予感強いですね。さらに、サラバ風味かまぼこ。で、さらに、たたきごぼを、椎茸の旨煮も入ってますね。で、くるみ甘露に入ります。はい。で、さらに、桜エビのつみれもありの、で、そこから、源平ナマス、ナマスですね。はい。が入ります。若桃の甘露煮があり、さらに、さつまいものレモン煮が2つ。レモン煮なんですね。なるほど。で、入ってきます。で、さらに、ちどりどり。なんていうの？ひどりどり。これは単純に、ブランド名ですからね、読めなくても仕方がないでしょう。しとうと、知らない。AI が教えてくれた。しとうとは冷たい唐揚げの 一種です。博多の老舗料亭、日本料理、寺岡で人気を博しており、冷やして食べる鶏皮でもあります。二度揚げをすることで、解凍して冷たい状態でもカリッとした食感を楽しむことができるらしいです。しっとうと、あれですね、南小島とかってね、博多の方ね、福岡の方はね、この言い方しますもんね、南小島とか。うん、難所という感じでね。そこから、嫉妬刀ってね、知ってるみたいな感じでね、嫉妬刀って、使うところからの、取ってる嫉妬とよ、とか、ね。これで、嫉妬と読めるか読めるかでもね、博多のね、川口のね、焼き鳥とか有名ですもんね。そう、一回食ってみてんだよな。うん。一回食ったことなくてね。ありますね。で、それが、嫉妬との鶏皮が 15g 入ってますよと。はい。また勉強になりましたね。嫉妬との鶏皮が入って、さらに、松前漬けに、またらこのうまない煮が入って、完成してます。これは、だいぶ、彩り鮮やかで、いいですね。なるほどな、ということでございますね。なるほど、はい。っていうおせちのやつがありましたと。はい。これが、通常額が1万800円のところが1万260円、早期割引もありますよ、というような感じになってます、ということでございますね。はい。ワンポイントとかがつくのがいいですよね。ワン持ってる人からすると、まあね、明治の北州生はね、ワンポイントイオンカードはね、もはやね、必須アイテムですからね、多分持ってる方が多いと思いますけど、そういう感じになってるのって、なってるけど、ってなってるかってなって、それで41品目が入ってるので、冷凍でお届けなんですね、このあたりは。なるほど、冷凍お届けなんだ。あ、全部そうなのかな。
さっきの2つが、あ、冷凍でのお届けなんだ。なるほどな。で、あ、アイアのページにあるやつは多分こっちのオンラインショップでは紹介がないのかもしれない。水徳亭さんのおせちっていうのがあるんですけど、これ店頭受け取り限定みたいな、こっちのあのカタログに載ってないかもしれない。こんな感じでドンと載ってます。これが間に入ってますね。実際の方がこれ。これは店頭受け取り専用になってるんで、冷蔵ですね。冷蔵扱いになってますね。で、かなり、豪華、ユートエビとかがドンと乗っておって、っていう感じでね、作ってあるよっていうのが、あるよってことで、これが、どこ、水徳亭さんかな、大阪長寿会、東京で幅広く活動している、そうです、水徳亭って書いてありますね。これは、どこなん、大阪なのかな、水徳亭さんというところはあるらしくて、そこで活動と入ってます。これは、さっきのやつと、あれですね、品目的には多少似てる感じになってますけど、ただ、細かいところちゃんと全部、オリジナルのあれになってるんで、品目、例えば卵もね、一つとっても、ここのやつだと、ちょっと卵の種類も、書いてありますね。1-12、ちょっと卵はいるよね。じゃあ、だて巻きになって、あれしてますもんね。なるほどな、とか、いろいろとあったりします。これも、金箔が乗ってたりとかね。ごぼうも、単純にごぼうのしぐれにじゃなくて、牛肉とごぼうのしぐれにしてあったりとかね。結構いろいろとありますね。ママカリもあるのかな？パッと見たら3-10にママカリいるよな。これはなんだ？カジキ書いてある。カジキの南蛮漬けで、さつまいものはある、香梅餅とか、白梅餅とかあって、おたふく豆とかもあるんですね。うぐいす豆に、ことぶき、だし巻き卵とかね。あ、なるほど。さっきと動線が違うんだ。はい。書いてあるのは、中心動線であれしてあるんですね。なるほどな。書くときの品目の書き方とかもね、結構やっぱし、あれですね、作ってる担当の人によって、各、優先順位とかちょっと書いてある感じなんでしょうね。なるほどな。で、さらにこれ三段重とおもてなし重って言って、一人、道に前ごとね、こう分かれてるタイプと、こっちのやつがありますよってことですね。なるほどね。店頭、店頭受け取りの場合は、ちょっとね、少人数の人のね、ケアとかも考えて見てある感じがありますね。なるほどね。で、さらに、博多、下松、おすすめ、オンラインの方は、さっきのやつの次が、この博多風おせち、博多下松のおせちになってますね。で、それは、こっちは、あ、結構間飛ばして、ドンと、品目、一文字書いてあるんですね。なるほど。ここも、おすすめてなとか知らん。見るしかないね。はい、見ていきましょう。はい。1-10から、見ていきましょう。博多になると、なんか変わるのかな？ことぶき高野豆腐に、1-10からね。ことぶき高野豆腐、ここから、動線になっていますね。に、椎茸馬に、アワビの馬に、岩井エビ、岩井エビって名前になってるんですね。なるほど。これですね。5匹入ってますね。さらに、ゆずすだこ。すだこ、あ、下か。はいはい、入ってますね。で、さらに、これね、金団。これか。見ないね。金団って、まあ、団子ってことなんでしょう、今日。金時の団子。あ、これで、ね、金トンって呼ぶんだ。知らなかった。これで金トンですね。金団って書いて、これで、見えてなかったのか。あれ、どこからこれにしてたっけ？さっきの前のやつからですね。だから、ここからですね。1-10、改めてちょっと見ていきましょう。カットカット、1-10、ちょっと改めて見てきますね。今ね、ずっと撮った時はあれでしたね。はいはいはい。で、ずらーっと見てきて、ことぶきとこらえるところからバーっと見てね、今言うとこバーっと見てきましたけど、で、今ね、これ、キントンの、ところにね、止まってましたけど、これ、キントンが、
これぐらいでかくしたら見えるかな。ああ、そうか。大きくしたから、陣の位置が変わってんだ。どこだ？これね。これで均等って、呼ぶらしいですよ。こうやってしたら見える？ね。均等ですって。知らなかったね。はい。というのがあったりしますと。いうことで、元の大きさに戻しましょう。はい。さらに、どこまで行ったの？均等まで行って、で、さらに栗の甘露煮入ってます。で、ブリの照り焼き。で、ニシンの、塩麹焼きになるんですね。塩麹でね、作ってあるんですね。なるほど。で、さらに、松崎。もう、今日漢字不信。松前くらいでいいよね。あれ、松崎だっけ？もう、ダメだ。もう、なんなんだよ、松崎。松坂いくらって言うんですよ。京都通りは松前漬けだよね。松前漬けですね。はい。松前漬け、になってますね。に、イクワを加えたものがあるということですね。まあ、それがこれなんですね。はいはいはい。ああ、確かにイクラ乗ってますね。なるほど。松前いくら。で、さらに、味付け、果実の子、入って、松前漬けとまた別にカスロックね、ちゃんと入ってますね。で、さらに、ローストビーフ入ってまして、で、さらに、これを、タラだよな。タラの昆布巻きだよな。あれ、タラ、マスだ。もうダメだ。もうダメだ、マスだ。もう今日ダメ。金柑蜜煮が入ってます。はい、マスの昆布巻きね、マス。マスだよ。そうだよ、マスだよ。なんだ、今日全然頭回ってねえじゃん。ダメじゃん。タラとマス間違える？タラだって当たるじゃん。ね、当たってねえよ。ひで。で、2の10が、こっちに見ていきましょう。はい、ね。で、2の10、はい、気を取り抜いて、こっちはだから読みやすいでしょ。薩摩チキントマトに、さらに、茎わかめの5万円、さらに、翡翠わかもも、なんでそんなさ、こった名前にしたかな。これ翡翠だよね。よかった、あってだ、もう今日ダメだ、今日漢字不信すごいわ。ダメだ。で、イカの梅酢あえね、はい、イカの梅酢あえも入ってます。順番に多分上から順番になってますからね、はい、上の段からね。上の左詰めでいきますね。で、伊達巻き、ごまくるみ、さらに、ごまくるみって見にくい字だね。漢字で書くとすごいことになるね、ごまくるみって。はい。で、さらに、牛タンパストラミに、大根焙煎ごまサラダ、牛肉ごぼうしぐれ、牛肉ごぼうとかごまくるみとか、これ漢字すげえな。漢字で書くと、なかなか、あれね、すっげえでかくするけど、どこだっけ、2の10の、何が言いたいかって、これね、これでごまくるみっしょ。ね、ごまくるみと牛肉ごぼうって、こう漢字で書くとすごいあれですね。ここごまサラダいるしね。なんか漢字で書くとこうなるんだなっていう。なかなか解説泣かせでございますね。まあさあ、このあたりもね、漢字もね、しっかりと解説をして、どうしてごぼうという字がこうなったのかね。ごぼう。なんで牛のこれ、ごぼうってね、なんでこれで読もうとしたんでしょうね。中国で、中国で大きなものを表すときに牛という字を使うから、で、棒という植物に似ていて、棒より大きいから、ごぼうという、牛の棒っていう名前になったんだそうです。まあ、多分、諸説あるとは思いますけど、なるほどね。でかいですもんね、ごぼうってね。スーパーとかで仕入れした時もごぼうね、存在感すごいですからね。なるほどね。はい、ごぼうか、こういう感じになってますよ、と。大きいものを牛ね。まあ、牛でかいですもんね。なるほどね。大きいものを刺されたんだ。だから、あれですね。なんだったっけ。甜麺醤。
あ、そう、洗面所とかに使う、面っていう字あるじゃないですか。面っていうのが、日本人の感覚だと、ラーメンとかの麺、細長いね、麺類とかって言ってね、細長い小麦をね、細長く伸ばしてね、チュルチュルチュルって食べるのを麺類って思ってますけど、漢字のその中国の意味の麺っていうのは、小麦製品みたいな感じの意味合いなんですよね。で、さらにそれを麺状に平たく伸ばしたものを麺で、それを切ったり、出すのが切り出し麺、刀削麺だったり、あとはそれを細長く伸ばして伸ばしてやるから、伸ばすっていうのがラーなんで、ラーしてる、もともと麺状のものということで、ラーメンの麺になるとかってね。だから麺っていう字はね、漢字に平面とかの麺の字が入りますもんね。この字ですもんね。この麺が入ってくるじゃないですか。ね、この麺が入ってくるじゃないですか。っていうのは、本来は、麺類っていうのは、細長いものを麺類っていうんじゃなくて、だから、なんて言ったらいいの？刀削麺とか細長くないじゃないですか。ね、他にも、中国の麺類っていうと別に細長いものだけじゃなくて、ワンタン麺とかもそうですね。ワンタンって、細長くないですけど、あれはもともと、一旦麺にしてるもの、このやつにしてる麦なんですよね。うん、そのまんまなんですよ。実は漢字の意味そのままなんですよね。麺状の麦っていう、ところから来てるらしいですし、転じて、甜麺醤とかに使う麺っていうのは、小麦自体のこと、小麦製品のこと自体を麺って呼ぶと。ですから甘い、天は天、天才とかの天やから、甘い系の小麦が練り込んである味噌、醤が味噌なんで、ね、っていうような感じだったりとかね、いうようなところとか、だから広げちゃダメなんだって、まだどんだけあるんだっていうんだ。続きやっていきましょう。があって、甜麺醤、甜麺醤じゃなくて、どこまで行った？翡翠若桃とか行った？ごぼうしぐれ煮とか行った？ね、見ないとね。ごぼうしぐれ煮があって、で、どこまで行った？たたきごぼうがあり、牛肉ごぼうしぐれ煮にたたきごぼうが入ってるんですね。で、さらに、紅白なますに、黒豆の、蜜に、さらに黒バラチャーシューも入って、鶏とゆばの、ゆずこうあえれんね。ゆずこうあえ？ダメだね。こうやって調べ出しちゃうともうダメね。食育ナビってなってるけど、漢字が読めない。食育なら漢字の読み方を出そうで。ゆずかえと読むらしいです。ゆずこあえって読んでたよ、ずっと。ゆこあえかなと思った。ゆずかえ、ゆずか。ね、香川のか、ゆずのゆず。か、あのか、で、あえる、ゆずかえ、はい。ね、らしいですよ。ね、そんなこと言われたら、かまぼこだってなんでこんな感じなんだよって話ですもんね。ガマの方、とか、ここの形に似てるから、かまぼこ、と言われる。なるほどね。で、かまぼこに、さらに黄金クラゲ 30g も入ってますよ。はい、ここね、クラゲ入ってる。はい。で、3の10になると、さあ、時間かかったな、鶏つくね、照り焼きに、またなこの昆布、ボロニアソーセージハーブ、このあたりとかは用ですね。なるほどな。はい、ボロニアソーセージね。用もやっぱ触れる。ボロニアって、イタリアだっけ？ボロニアって、みかん科の、オーストラリア原産なんだ。ボロニア、ソーセージなんだ。これ使ってるってことな、ボロニアソーセージって。ボロネーゼ的なイメージなのかと思ったら。でも、ボロニアソーセージ自体はあれですね。あ、書いてあるわ。具体的な、
ソーセージの、北イタリアの、やっぱボローニャの方なんだ。ボローニャで やってんだ。イタリアですよね。あ、よかったよかったよかった。怖いですね。あ、やっぱね、ネットでね、調べるときはね、チャットを見て、あ、これだって言ってね、やれると、ちゃんとね、こういったね、エビデンスチェックしていかないとね、あいたボドニアっていう植物もありの、ね、でも、やっぱりはボローニャの方ですね。イタリアの地域ですね。から来てますね。ボロネーゼとかのボローニャですね。なるほど。ねえ、トーステージハーブ、さらにタンスも含む塩でも、明太マヨだし巻き、卵が入って、これですね、明太マヨ入ってますね。はい。で、さらに、柔らか、干しトマト、干しトマト。ああ、これ、ひらがなでトマトにしてあるんだ。なるほどね。で、さらに、日松、日木卵。はい。これですね。に、さらに、うまい貝。うまい貝って何なんだ。そういう貝なんでしょうね。うまい貝。で、さらに、鳥八幡町。八幡町、八幡巻き？これ、どっちも読み方あるから、どっちでもいいでしょう。八幡巻きかな。に、があります。で、さらに、八幡巻きかもしれないけど。あ、博多だったら八幡か。そうですね。八幡製糸場ですもんね。博多とか北九州。ね、あっちの方ですけど。八幡ですよね。で、さらに、イカサラダ、キングサーモンマリネに、ウノハナ、あれですね。小肌、ウノハナで開いたんだ。なるほどね。へぇ。小肌も美味しいですからね。で、さらに、海のか、香り、かま、海のか、か、海のか、海のか、かまぼこ。海の香りかまぼこ入って、これのことか。はい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 。要は、カニかまみたいな感じなのかな。で、さらに、カツクリ入って、蒸し鶏のゆず塩に、鶏、若鶏の角煮が入って、これ鶏の角煮なんだ、へ。で、さらにイカの明太和えで、締め三段重になっておりますよと、これで、ざっと入って2万円ということでですね、しっかりとした。これも、冷凍でのお届けになるんですね。なるほど、クールタキュビのお届けができますよということで、これもまたいいですね。なるほどね。はい。博多来てますね。お節ということで。この3つが表に来てますね。で、お節の特徴は盛り付け不要で上品で味わい、安心安全にもこだわっておりますよ、ということでございまして。他は特選お節とかが、じゃーっと出てますけど、こっちの方のが、こっちのカタログだと前面の方に来てますね。で、間には何かあったっけな。ありますね。中楽庵のお節とかいろいろとある。あ、これが中楽庵のお節に。順番はもう全然カタログとは全然動線違いますよね。ニューオータリーのやつもありますよと。はい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 。ニューオータリー。どこ？あ、こっちの2段目にあるわ。結構場所がある。間になんか今日センチュリーホテルとかが入ってるけど、こっちには、他は、銀座花鳥、どこにある？銀座かっああ、こっちにあるわ。で、さらに、牛タン炭焼き、利休の和洋節。利休ああ、こっちにあるわ。なんか、もう行ったり来たりして買うので、センチュリーホテルのやつがあって、これで、ディズニーのやつもありますよ。ディズニーの、オードブルとか書いてあるけど、ああ、一番最後のページの方に来てる。まあ、順番はかなり、カタログと、やつでだいぶ書いてます。で、さらにオードブルが、これオードブルの方が手前に書いてあるな。はい、いろいろと入ってますよってことで、キハツさんの監修のやつに、ステッキハツエンさん、どんどんと東大ですね。なるほど。のやつがどんと載ってますよ。こっちの方にも載ってますね。なるほど。全部これ冷凍でお届けできるものがザーッと書いてある感じですね。冷蔵のやつがだからこっちには書いてないのか。でも冷凍ばっかしだな。なるほどな。全部送料で、店頭負荷をなんとか避けようっていうのが見えますよね。うん。お席がね、大量に届いたところでね、コンビニのバックヤードだとやっぱ厳しいですもんね。なるほどな。で、例のフレンチとかね、ともダーッとありますよ、ということでございまして。基本的にはこっちのカタログと、載ってる順番はもう全然、動線の持ってき方が違います。カタログで買う人の年代に合わせてあるのと、
オンラインで見て買う、世代の人たちと、こっちのカタログを見て見る世代によって、見る年代世帯層、こっちの方のがどっちかというと年齢層高めで、世帯人数も多めな設定のところを想定して同棲を組んであるのに対して、オンラインの方に関して言うと、どちらかというと、世帯人数少なめで若い人向けにの、のものを、持ってきている。まあ、その中でもやはりフラグシップはこの基本山分さんのね、やつになっているよと言ったような、感じの、軸はしっかりと据えて、さらに、オンラインとこれによって、訴求の仕方を変えるっていうところら辺とかに、すごく細かいカスタマイズ性を感じますね。なるほど。このあたりとかがすごくしっかりと凝った、おせちの、ラインナップになってるんじゃないかなというところですね。変わり種的なものは、まあ、基本的には結構か、ホテル監修のものとかも、しっかりしてるのが多くて、一番、これも、ロブスターが入ってるやつは、ニューオータニさんのやつとかに入ってたりするけど、うん。価格帯はですから、フラグシップ2万円ぐらいで抑えてるのか。一番高いので2万円ぐらいでは抑えてはあるのかな。なるほどな。んで、さらにおせち料理にプラスっていうので、いろいろ肉料理の案内とかもこっちの方に載ってましたね。こっちは中身、あ、食材とかも全部変えてくれてありますね。これどっかでやったことがあると思うんで、ちょっと今回は省きますけど、いろんな、そのちゃんと言われがあってっていうようなね、ところとか。このあたりとかね、やはりその、すごく、こだわりをね、持って、ね、いろんな伝統食材とかをやってるのがあるよっていうのがね、ありますよっていうのをね、昔からね、その、意味合いを知って食べるとかっていうのをすごく重要視するね、文化ですからね、日本の文化っていうのは。ですから、ブランドものとかね、松阪牛とかもそうですけど、ね、この肉はこういうブランドで、どういうこうなのねっていうのを知った上で食べることによって美味しいよねって感じやすくなる、民族だって言われてますよね。あまりそういった食文化があるところって意外と少ないらしいですからね。なるほどね、というところとかがあったりするらしいですね。はい。っていうような感じです。基本的には冷凍お届けのものをほぼほぼ組んでますね。これだけですね、間にあった、水徳生産のやつだけは冷蔵届けになってるんで、ちょっとね、これだけ、もう、店頭オンリーなんで、こっちの方になってますけど、って感じですね。オンラインではちょっとこれは申し込みできないみたいなんで、こんなタイとかはちょっと、気をつけてもらって、で、いいのかな、というところでございます。ディズニーがあるのもね、さすが、この辺りがイオンだな、というところですね。申し込み用紙はどこになってるんだ？あ、もうね、ここに申し込み書って言って。だから、申し込み書が面白い。こんな感じで、申し込み書ももう、2種類しかこっちにはないんだ。あとはオンラインでできるようにっていう、宅配を前提にしてるんで、宅配用の専用の申し込み書は別途用意してあるっていう感じみたいですね。ですから、店頭受付やるのはさっき言ってた、その、水徳亭さんの2品目だけなんで、カタログラインナップの申し込みの欄が 2行しかねえ。っていうのを、かなり、宅配に寄せて作ってるんだな、っていうことなんでね。ミニストップってことは、JP？ JP？ いや、でも JP じゃこんなことねえよな、ミニストップのやつ。ミニストップは基本的にね、U パックで受け付けをしてるんですけど、配達はこれは、どこがやってる？ JP がやるの？あ、JP って日本郵便ね。郵便？お届け方法はあれですよね。メーカーも書いてないです。クール宅急便ってなって、あ、見てね。クール宅急便ってなってるんで、宅急便っていう文字を使ってるってことは、これヤマトっすね。はい。他の場合は宅配便って書かないといけないんで、宅急便って書いてるってことはヤマトですね。あんまりヤマトさん、今年、宅配率が増えると、なかなかね、特に冷凍のね、宅配増えると、大変だろうけど頑張ってね。まあでも、ヤマトの車は、冷凍庫みたいなのあるから、まだいいのか。冷凍車両ありますもんね。うん。まあ、まだマシなのかな、どうなのかな。でも大変そうだな。ああ、不在管理とかすっげえ大変そうだな、と思いながらね。皆さんね、発送ね、受付をね、してね、お届けをね、受けるときは、これ全部30日のお届けやろ。30日頑張れーっていうことでね。
元配達員からするとそんな気分になる、そんな、早期配布機とかもある、いろんなオンラインネットでした。まあかなりオンライン宅配通販に寄せてる、っていうのが特徴的だったなというところでございますね。52分なんやかんやと喋ってるじゃねえかということでね、まあこんなようなところで、まあ結構三者三様で、ある程度出たのかなと、思ったよりはね、出たのかなというところがありましたんでね、おせち一つとてもね、やはり、しっかりと見ていく必要があるなということが、改めて分かりましたんでね、この後なんですけど、さあ、どれぐらいまで見れるのかなっていうところですね。正直、どれぐらいね、紹介できるのかちょっと怪しくなってきましたけど、何してね、撮る時間がないなのでね、ちょっと、ある程度まとめて、スーパーマーケット以降はね、ちょっとある程度まとめてやっていこうと思いますんでね、ちょっとそのあたりとかもね、考慮しながらやっていきたいなと思いますね。どうぞね、今後ともね、スタッフテール、並び4つ目の方ね、よろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。